パナギオティスギオニスは、キリシャ代表卓球選手、TTI 頭所属、愛称はギオ、アテネ在住、司会し、2019年9月時点の世界ランキングは36位。初めて出場した国際大会である1996年のバルカン選手権で男子ダブルス優勝して以来、数々の大会に出場し、2004年に、 エジプトカイロで開かれた ITTF プロツアーでは男子ダブルスでベスト4ポーランドのワルシャーで開催された大会の男子ダブルスで準優勝するなどの好成績を収める世界選手権には1997年のマンチェスター大会から2009年の横浜大会にかけて11大会連続出場しており2005年の上海大会では男子シングルスの1.2回戦で それぞれ、プリモラッツと吉田会を破り、3回戦にまで進出。そして2009年の横浜大会では、招致淵などを破り4回戦まで進出し、ベスト16入りした。オリンピックには2004年のアテネ大会と2008年の北京大会と2012年のロンドン大会、2016年のリオデジャネイロ大会に出場している。2019年9月、 tti やタマと契約し、t リーグに参戦することになった。右正空ツ粒カット視線型の選手。バックハンドでのサービスは、裏ソフトと粒高を巧みに使い分ける。バックカットで回転に変化をつけ、フォア側に来たボールをフォアハンドドライブで仕留める。腕っぷしの強さと体格の良さを生かした粒高での猛烈に切れたバックカットと、 クレアンガパリのフルスイングから放たれる相手コートで伸びるようなカットマンとは思えないほどの強烈な威力を誇るフォアハンドドライブが持ち味。ありがとうございます。